今、機構長に非常にコンパクトに、かつコンサイスに、全体像をまとめていただきましたので、あまり追加することもないのですが、当初、設立時の、かなり小さい状況から、現在の、6センター、さらに推進室、それから、第4期に向けての新しい展開を考えるところまで、なんとか、特に共同研究にご参加いただいた大学やですね、民間の皆様方のご協力のおかげで、ここまで伸びてきたのだと思います。それから忘れる前に先に申し上げておきますが、このミーティング、この報告会そのものはですね、データサイエンス共同利用基盤施設の中に、主にマネジメントとそれから全体の調整推進役を行う、推進室という組織を置いておりまして、で、その中に研究コーディネーターと呼ばれる方々に活動していただいています。で、このミーティングそのものも、この推進室、それから研究コーディネーターの皆さんが中心になって企画をし、で、特に今、箕輪さんが、ミラーコーディネーターが司会をしていただいていますが、特に第2部ではですね、うちの若い者たちが、どのくらい活躍しているかということと、それから、共同研究が非常に大きな事業でございますので、それの状況の、現在までに至るところを、私自身も少しかいつまんでお話をしますが、細かいお話は、そちらの方でということになっております。あと、時間も限られておりますし、特に今日は、発表会では、私の話は発表会ではございませんので、特にデータを用意して、これこれということはいたしませんが、ぜひ、ホームページを一度ご覧になってください。ちょうど、今年度から刷新したばかりでございますし、各センターの活動状況、それから、公募型共同利用についての情報が得られると思います。来年度につきましても、ちょうど、公募を間もなくオープンにする時期に来ておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。さて、で、本施設の名前はですね、データサイエンス共同利用基盤施設という、ちょっと耳慣れない名前になっています。で、私自身は実は大学院に入った時は、分子生物学、研究施設という名古屋大学にあった施設におりまして、それから、最初に大阪大学に就職した時は、医学部の中の、分子遺伝学、研究施設というところにいまして、言ってみれば施設には非常にアフィニティが高い、暮らしをしてまいりました。で、多くの場合、施設という名前がついているものは、学部内、私が今、紹介した2つは、学部内の再編で、出来上がった施設でございますが、このデータサイエンス共同利用基盤施設は、先ほど機構長からのお話もありましたように、2004年に情報システム研究機構法人というのが出来上がったわけですが、その中で機構法人としての大きな活動として、新領域融合研究センター活動、新領域融合研究センター研究というのを、研究所間の枠を超えた融合研究、それから、新しい分野の創生ということを目指して行ってきたわけですが、いよいよ第3期、2016年になりまして、ちょうど世の中的にもですね、ちょうど第2期のあたりから、いろんな分野でビッグデータ、それからビッグデータサイエンスという言葉が生まれ、さらに、そういうデータをどうハンドリングするんだということが、学会だけではなくて、一般社会にも広まってまいりました。で、そのような中で、ロイスでは2016年の4月から内部組織の再編によって、これは施設ではない施設という名前ですが、ちょっと特殊な言い方になりますが、ロイスを構成する4つの研究所は、これは文部科学省令で、大学共同利用研究機関として設置されていますが、文部科学省令の中で、
決められている組織ではないのですが、内部組織の再編によって、機構のルール上は、大学共同利用機関の4法人に、あ、4機関に並ぶ、5番目の機関として、設置されています。で、2004年からですね、現在までの間、まあ、2004年、もう17年前ですので、まあ、我々のいる情報学、それからシステム生物学とかそういう分野は非常に進歩が早くてですね、学術研究や社会の環境というのは大きく変わってきております。これ皆様もご存知の通りですが、まあ、例えばということで、事例を挙げさせていただきますと、まあ、これいくらでもあってキリがないんですけれども、まあ、例えば、現在の重要な社会問題である、新型コロナウイルス感染症というのはございます。で、仮にですね、この病気、このウイルスが17年前の2004年頃に発生していたとすると、じゃあ何が起きてるだろうかというのをちょっと、まあ、振り返りながら考えてみたんですね。で、現在、皆さんよくご存知のように、もう新聞でしょっちゅう出てきますが、新聞やテレビやラジオでもしょっちゅう出てきますが、まあ、ウイルスの検出には PCR という手法が使われています。で、まあ、PCR という名前そのものはですね、この1、2年であっという間に、まあ、日常用語化してきてるんですが、まあ、ちょうど17年前ぐらいに PCR って言ったって、まあ、どうかすると、研究者の中でも分子生物学をやってる人以外にはなかなか馴染みのない名前です。で、ましてや、正しい名前がですね、これポリメラーゼチェーンリアクションの頭を取って PCR って言うんですけれども、日本語だとポリメラーゼ連鎖反応と言います。で、まあ、この原理や正式名称まできちっとご存知の方は、1980年代後半になって使われ始めた技術なんですが、まあ、なかなかそこまでご存知の方はいないと思われますが、まあ、社会的には、まあ、認知された言葉になっていますね。で、これ非常に有効な方法で、この方式を見つけた人は、まあ、ノーベル賞ももらっているということでございます。で、まあ、それが、例えば一つ、まあ、時代の流れと言いましょうか。ちょうど今、私今、国立遺伝学研究所の中の 部屋にいますけれども、ちょうど1階で見ていたら、今の PCR 機器がですね、ちょうど20年前ぐらいに導入した装置がもう古くなって、廃棄というところをやっていたんですが、まあ、今はその当時の機械から比べると5分の1くらいの大きさになっていて、反応スピードも、まあ、10倍以上に速くなっていると、まあ、そういう状況が生まれています。それから、例えばウイルスゲノムの構造情報についても少しご紹介したいと思います。すみません。私は、もともとゲノム科学がバックグラウンドなので、すごいことを言い出すんですけれども、例えば、現在の、新型コロナウイルスで、これ中国で流行が始まったのはちょうど今から1年ぐらい前だと思いますが、まあ、流行が始まって、それが報道される数ヶ月前にはすでにですね、こういうゲノムの情報、それから遺伝子の情報を登録することになっているデータベース、遺伝学研究所で DDBJ というのを運用していますが、まあ、これ国際的に運用しているんですが、そこにはもうすでに登録されていました。なので、まあ、実際に病気として発生し、それが広まる前にすでにゲノムの情報は分かっていたという、まあ、そういう状況でございます。で、まあ、最近のニュースを見ていますと、まあ、例えば英国型でありますとか、南アフリカ型でありますとか、そういう変異型ウイルスの出現がまあニュースになっていますが、まあ、どうやって変異型かどうか見つけるかというと、これも全部、ウイルスのゲノムの大きさ、大体人のゲノムの10万分の1ぐらいの大きさですけれども、これの構造を全部決めて、で、それで比較をするということをやることになっています。で、ここで使っている技術はですね、まあ、ゲノム科学なんですが、私たちの、データサイエンス共同利用基盤施設で言いますと、まあ、ゲノム情報の解析、それから大規模データベースの、統合利用ということになると思いますが、まあ、ほとんど PCR と同じくらいのスピードで今、全ゲノムの構造が推定できるようになっています。で、しかもですね、こうやってデータベース化された情報については、どなたでも完全に公開しておりますので、DDBJ に入っている部分は。誰でもインターネットを
通して、見ることができるようになっています。ですから、まあ、プロの研究者であろうが、高校生であろうが、中学生であろうが、キーワードさえ分かって、データベースの検索に、まあ、Google に入れると、まあ、たちまちもデータが出てくると、まあ、そういう時代になっています。まあ、考えてみますとですね、2004年、ちょうど法人化が起こった時期ですが、その時期はちょうど何の年かと言いますと、もうずいぶん前のことになってしまいましたが、ヒトゲノムの全構造のほとんど全部ですね、95% が、まあ、13年間にわたる国際プロジェクトの努力の結果、やっと決まった時期でございます。で、私もまあ、かなり参加していたのですが、その時に、物理系の偉い先生から何て言われたかと言いますと、これで生物学もようやくデータ中心科学になった。で、ああ、なるほど、データ中心科学という言葉を聞いたのも僕はその時は初めてだったんですが、まあ、なるほどなと思いました。で、まあ、コロナウイルスそのものに関して言いますと、ヒトゲノムの大体10万分の1程度の大きさしかないゲノムですけれども、それでも当時の技術でですね、これをじゃあお前読んでみろって言われたら、ちょっとどのくらいの時間がかかったか、まあ、そもそも読めたかどうかというのも、ちょっと今では想像ができない時代ですね。2004年から2010年にかけて、ゲノムの構造解析の技術は大きく変わりましたし、それで生物学でもビッグデータ時代になったわけですが、まあ、ほとんど、まあ、パラダイムチェンジといいますか、ゲームチェンジといいますか、世の中大きく変わったのが、この17年、15、6年、17年の間に起きたことです。で、まあ、そういうバックの今、生物学、医学生物学を中心にお話ししましたが、これは別に、ここだけではなくて、もっと先行してですね、もうこういう状況が、大きなデータを使って、そのデータドリブンの解析を行う、解析研究を行うという分野はすでに存在していましたが、まあ、共通してバックグラウンドとして言えることはですね、まあ、一つは技術革新による、まあ、データ生産能力の大幅な増大。それから、まあ、データを作るのはいいんですが、その分、リニアにコストがかかるとパンクしてしまいますので、コストの低減。それから、するとデータがですね、非常に大きくなってきますので、それを処理する、コンピューターの能力の増大。それから、まあ、データが増えてきます。じゃあ、今度はそれを使わないといけませんが、まあ、それを使うためには、まあ、情報ネットワークが、高速で、なおかつ安定した情報ネットワークが普及する必要がございます。で、まあ、最終的にはこういうものが社会インフラ、研究をやるためのインフラとして整備されなければ、まあ、こういう一体的な流れとして、現在のデータ駆動型社会が生まれるということはなかったわけで、まあ、こういうさまざまなですね、まあ、技術革新、まあ、イノベーションレベルのものもあるかもしれませんが、そういうものが総合的に大きな変化を生む力になっているものだと思います。まあ、まあ、政府レベルでもソサイティ5.0とかですね、まあ、そういうことを言っておりますが、まあ、そういうことは私言いませんけれども、例えば、まあ、10年ぐらい前からですね、まあ、今、最近使わなくなってしまったんですけども、まあ、一過的には、例えばビッグデータとかですね、ビッグデータを使うデータサイエンティストが必要とか、そういう話題がいっぱい出てきてましたが、まあ、この大きなデータを、それから高性能な、ネットワークと計算機で処理をする。で、まあ、そういうもののインパクトがですね、学術社会だけではなくて、社会全体が、まあ、当時はどうしようって頭を抱えたり悩んでいた時代もあったんですが、もちろん今は未解決なところは多いんですが、まあ、それに対するロイズとしての一つの答えとして、データサイエンス共同利用基盤施設が作られたのだと私は思っております。さて、で、じゃあデータサイエンスって何者かっていうことですね。で、私が最初にデータサイエンスという言葉を聞いたのは、実はそんなに昔のことではなくて、ちょうど第3期ですから、が始まる2年ぐらい前、2015年頃に、統計数理研究所の先生から伺いました。で、その時、素直にですね、データサイエンスって何ですかって。で、私たまたま実験科学の人間だったので、データ使わないサイエンスなんてあり得るんですかって、非常にナイーブな質問をしてしまったんですが、
どうも、いろんなところでいろんなデータサイエンスがどうもあるようです。で、まあ、いろんな定義があるんですけど、まあ、これからちょっとご紹介するのは、もう私のバージョンだと思ってください。で、ロイスの活動、まあ、特に機構法人となってからの活動をですね、今お話をしたような、特にデータサイエンスという言葉の定義を曖昧にしたままで、それさらにビッグデータ関連研究活動という視点で振り返ってみますと、まあ、先ほど機構長のお話にもありましたが、まあ、4つの研究所、それから中期目標機関の第1期、第2期に診療器融合研究センターというので活動しておりましたが、その中で、まあ、特に遺伝研、それから局地研を中心に大規模なデータ生産を行ってきました。で、それも分野によってはですね、本当にこれまでのその分野の、まあ、常識を大きく超えるような、まあ、超大規模な、データであり、大規模データベースの構築、それから大規模なコンピューティング、さらにそれを支える高速ネットワークもとかですね。で、まあ、データ処理を行うためのアルゴリズムでありますとか、データとそれから実社会、まあ、実際の、社会というか、実際の、自然界を結ぶのは、まあ、観測データと、それから現場ということを見ますと、それをつなぐのは統計学ですので、まあ、その時のデータ解析原理としての統計数理学、まあ、そういうものに支えられて、データサイエンス、それからデータ駆動型科学というのが行われてきました。で、まあ、これ非常に強力な考え方で、まあ、当社は主に大規模なデータを発生していた、まあ、量子物理であるとかですね、天体観測であるとか、そういう分野の方が先に大きなデータを出してきたんだと思いますが、まあ、生物学とかですね、そういう比較的、まあ、観察、目で観察していた分野にも普及をしてきましたし、現在では自然科学だけではなくて、人文、それから社会科学へ展開、それから、まあ、これについて、さらに教育、それから人材育成、そういうところにまで、ロイスの活動は広がってきています。で、まあ、こういう、背景を説明して、お話ししているだけでも、本当に話題尽きないんですけれども、で、もう少しデータサイエンス共同利用基盤施設本体の、まあ、これまでの活動を中心に紹介をさせていただきたいと思います。先ほど申しましたように、現在の切り口、それから将来像については、我々のところのホームページ、それから午後の、まあ、うちの若いもんと、それから共同研究の成果のご発表ということで、一旦は見ていただけると思います。で、データサイエンス共同利用基盤施設の設置の目的は、まあ、最初に説明しましたように、ロイス全体で行われているデータサイエンス、それからデータ駆動型研究を、まあ、これを合言葉にしまして、で、それぞれの研究所は、それぞれのコミュニティ、研究コミュニティをバックにして作られていますが、それをさらに広げ、大学等との連携や共同の一層の強化を進めること。で、まあ、これをですね、看板にして、第3期はスタートしました。ただこれだとあまりにも的が大きすぎるので、まあ、実際に我々が行ってきたものは、いくつかの中身がございまして、データ共有の支援、それからデータ解析の支援。で、まあ、データって言いましたけれども、それも大規模なデータでございます。それから人材育成ですね。データサイエンス、それからデータ中心型科学を存分に駆使して自分の研究ができるような人材育成。この3つを3本の柱として、4つの共同利用圏と協力して働くことで、新しい知識の獲得、それから分野融合的な活動、さらに新しい研究分野の創出を目指すという、これを看板に掲げてですね、活動を始めました。で、現時点で、当初はですね、3つのセンターで活動をしていました。そのうちの1つは、ライフサイエンス統合データベースセンターですが、これはある意味で、国プロの受け皿として、第一期に作られたものがある、ちょっと別格なんですけれども、新しくゲノム情報解析支援と、それから社会データ構造支援で、
主に社会調査データの、共有支援、それから、ゲノム情報データの解析支援というのを行うセンターを、設置してスタートしていました。現在では、研究センターも6つになっておりまして、カバーする分野としては、大学サイエンス、それから極域科学、人文学、社会学、統計数理学ということになっていますが、目指すところは データサイエンスの、普及、それからそれの、ある意味ではバックグラウンドになると思いますけれども、基盤になると思いますが、オープンサイエンスを推進ということになるかと思います。で、裏で動いていますことは、もちろん統合化や共有化のための技術開発、それから大規模データ解析、シミュレーション解析支援などをやっておりまして、自分たち自身で 先導的な研究をやられば、到底共同利用、共同研究に目を向けていただけませんので、表立って研究ということは看板には上げていませんが、当然ながら研究をベースにして活動を続けているということでございます。で、現在6センターでございますけれども、準備中のセンターとして、例えばデータサイエンス教員育成の事業関連のセンターでありますとか、新分野の創出を目指す、例えば共同利用研究機関でカバーしていない分野もございます。例えば、教育学なんかもそうですし、そういう新しい分野に関する、インキュベーションを狙うようなセンターの計画もしているところです。それから、研究センターとは別にですね、施設運営の司令塔となる、冒頭にご紹介いたしましたが、データサイエンスの推進室、それから事務組織、あと、ユニークなものとして、研究者の皆さん、施設の研究者の皆さんと、それから大学や外部にいらっしゃる研究者の先生方のコミュニケーションや連携を円滑するための研究コーディネーターと呼ばれている人たちに、極めて有効に活動していただいております。で、今年度のデータだけかいつまんで、ご紹介します。じゃあ、どのくらいの規模でやってるんだっていうご質問は当然出てくるんですが、外部資金を除いた運営予算がですね、だいたい5.6億円です。設立当初に計画書に書いた、計画書というか、書いた、請求書にはもっとこの倍以上の額が書いてあったんですが、実際に来た額はそんなに来なかったんで、毎年毎年増額を要求しながら、ここにまで、成長してきたということでございます。で、研究系の職員が48名います。で、それにさらにサポートする事務系職員の人たちが、これいろんなタイプの方がいらっしゃいますが、22名で、現在約70名程度の、規模の組織です。で、これらの施設そのものとですね、研究センターの詳しい内容や活動状況については、何回も言ってますが、ホームページでご覧ください。それから、個別の切り口については、午後の第2部のお話を聞いていただければと思います。で、最後ですが、DSS 全体の中心的な活動、人材育成でありますとか、そういうことをひっくるめてですね、中心的な活動として、公募型の共同研究というのを行っております。で、2017年度から公募型の共同研究と共同研究集会の課題の募集してきました。で、私たちのところはですね、採用課題に、共同研究のための資金を提供しています。で、変遷はありましたけれども、だいたい現在は上限が100万円ということにして、募集を、応募を受け付けておりまして、実額はですね、平均しますとだいたい70、1件あたり70万円程度を支給をしているということになっています。